はい、じゃあ、よろしくお願いします。どうも、はい、でございます。なるちゃん、ブレイクスルーアグラス。わーやばいよ。回っても低くなるよね、これね。ということで、今回、その2本目なんですけど、同じクラスなんだけど、わかんねえよ、そんな俺、恋愛マスターじゃないよ。話してみたらいいんじゃないですか、やっぱ。そう、でも話してみたんだよね、自分も。でも話してみたらいいんじゃないですかって言うと、僕も話せないじゃないですか、ね。あ、俺も話せない。話してみたらいいんじゃないですかって言うけど、俺、好きな人できても話せないもん、自分から。僕はなんか学んでみたい科目を、があるんだったら、それまずやってみて。で、もしかしたらそこで新たな発見があって、その道で行きたくなるかもしれない。あ、確かに。普通に学びたい科目があるなら、その威力があるうちに。そう。だってモチベーションが一番難しいわけで、そうそうそう。そうそう。それがあるんだったら、全然、確かに。一回やってみた方がいいと思いますけどね。受験生ならやめよう。受験生の頃の時間は大人になってからの時間の10倍の価値があると。大人になってからそれを取り戻すには10倍努力しないと取り戻せないよって言われてたんで、貴重な時間をスノーゲームに使うのはちょっともったいない気が僕はする。10倍努力しないと返せないんで、今こそ努力するべきなんですよ。今でしょ。なんですよ。滑った。さあ行くぞ。ミスターチルドレンがめっちゃ好きで、最高ですからね、あの人たちマジで。ちょっと大好きなんですよ。マジですか。ああ、まあ、おすすめする、あえておすすめする曲と言ったらやっぱ終わりなき旅とかですね。そうですね。まあ、聞こうぜという感じですね。受験とかも関係なくもう人生を豊かにしてくれます。ミスチルは本当に触れてほしい、あの歌詞に触れてほしい、触れてほしい、本当に。頑張ったことを24年の人生の中で、どこだろうな。ずっと努力の人っすからね。ずっとしてますよ。今も頑張ってるし、どんどん頑張れるようになってる気がします。僕は。ああ、そうなんだ。なんか中学の頃よりも高校の方が努力しましたし、高校の頃よりも大学の方が努力しましたし、今も大学と比べても遜色ないぐらい。いや、まあそこまでではないから、でもそこまでぐらいにも結構努力してるんで、どんどん努力できるようになっています。僕はやれるだけやるって感じ。あ、いいっすね、それ。決まんなくないって思う。決まんないです、決まんないです。ちゃんと睡眠時間ちゃんととって、飯食ったりとか風呂入ったりとか必要最低限のことはするけど、それ以外は勉強に注いでもいいんじゃないかと思います。受験生だったらね。やる気が出ない時は1ミリでも動いてみようって感じですね。とりあえず数学とかだったら1問でも問題を解いてみよう。そうすればやってたらね、やる気っていうのはね湧いてくるんですよ。それ作業効果っていうのがあって、それはもう科学的にも証明されてるんで、もうすっげえもうやる気ねえなと思ってる時ほど、もうやる気ないまま解いてもいてほしいんですよ。で、本当大事なんだよね。まず1個やるのが本当に大事。そう、やる気が出たから頑張るんじゃなくて、そうそうそう、やっててきた中でやる気が出てくるから、そのうち。そうなんですよ。と思ってやってください。そうだぞ。めっちゃ偉そうだから、ごめんなさい。世界今の結果してもらおうかな。ありました。惜しかったです。ありがとうございます。失礼しました。ありがとうございました。真面目か。失礼しました。失礼しました。